気持ちいいね。うん、風がね。ちょうどなんかこう向こうからの風がこうあっちにすり抜けて。じゃあ竹内家を代表して私入ります。行ってきます。Wish me luck。あれ？投げキスは？あれ？これさ、一歩一歩がさ、大きいんだよ。How？ この短い足でどうやって？もう一歩目でさ、めっちゃ心配そうなんだけど。やっぱやめた。竹内家脱落。行ってこい。こいつたち取ろうか。え、なんであんな簡単に行ってんの？ないのかな。ここ細いと思う？前の方行かない。そうね、下見てるね。あ、だってここだってもうここもんだもん。ほら見てみ。はあ。ぼ。なんだ。あっこからちょっと背高く向こうの景色。あ、でも歩いてるよ。あっち行けるんだ。向こうからじゃ見えないもんね、どんな足場なのかさ。目の前でしなるとも困るし。私たちがこちらの反対か。ここまで来ればさ、昨日の月とか見れたかもね。でもここ電気ないでしょ、さすがに。ライトアップされてると思う。これあ、でもこれ綺麗。見て、こっちからでも十分。まあ、だってあの人たちも声聞こえないじゃんね。どっか行っちゃった。そうだね。やったー、We made it! Finally made it! 2日かけて。あ、そこから行けんのかな。 I see よよ。おお。あ、ではではでは。ああ、本当だ。あ、なんだなんだ、こっちだって十分。なるほどね。Why don't you come? Why don't you come here? わあ、これはね、こっち来なきゃ損だよ。え、どこ？あれ無理だね。私もあれは無理だわ。何にしたって。綺麗、綺麗すぎる。
婚したいって見る？じゃあ視察に行ってこようか。ああ、すごい。すごいね。これやっぱ。これやっぱりさ、電気夜はつくんだね。夜来るのちょっと遭難したりしたら危ないもんね。本当？いいね。よいしょ。ん？人がいる？どこ？湖。あっちか。へえ。ああれ多分あの昨日のプールの湖だよ。でその湖の入る手前の 川との間にプールがあるの。ちょっとこれなんかねパノラマ写真が撮れるんだって。僕は行かれないけど、あそこ順調。こっからをさ、行くとちょっとあれだけど、こっから行けんじゃない？ハリボンみたいなニュースだったら釣ってんのか。瓶とかのかけらがあるから気をつけてね。
そこからさっきの人たちは向こう登ってきたんだね。すごいね。あ、あそこが墓だ。屋根の上？あそこのさ、あの岩が乗っかってる家はさ、昨日見たところだよ。で、あそこのさ、鐘がゴンゴン鳴ってたじゃん。あそこなんだね。上上がってくると全然。これもパン。アキラさん、ハンサムマン、あと10分？だっててっぺんから下まで7分だから。なんか逆ボルタリングみたいだよね。どこに足を置いたらいいのかって考えちゃう。
さっきここ通ったっけ。あ、さっき人がいたんだね、ここにね。ちょっとここからの景色だけ。すごい。On va regarder là-haut.風が気持ちいい。おばさん時間気にしないでって言ってたよ。なるべく早くは行くけど、もう降りるのは全然私は行くよ。で、あのドアは開けっぱにしといていいと思う。あきくんが先に歩いてるとさ、このなんていうか、この壮大さのなんていうか比べられるからさ、すごくいい。どんだけのものなのかっていうのが分かるから。歴史的にさ、村ができたのが何年ぐらいのことなんだろう。なんか何世紀の人たちがこれをこの山にさ建てたのかさ、あのほらギリシャの、ね、何つったっけ、モナステーラじゃなくて何つったっけ、あるじゃん、メテオラ。あ、もうメテオラ、あれもさすごいけどさ、あそこも行ってみたいけど、あれは私生きてるうちに行けるかしら。説得力あった今の言葉。だってさ、あれだって体力いるでしょ、相当登んでしょ、自力で登んなきゃいけないの、上まで連れてってくんないの。そうなんだ。うんうん、
崖？あの、そう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 、うんうん、そうだね、うん。なんかこれからはさ、楽して私たちが駅にピックして、空港とか駅にピックして一緒に出かけたらいいじゃん、とかレンタカーでもいいじゃん。うんうんうん、そっか、じゃあ来年はメテオラ行く来年まで体力作りして。ここの景色もすごいよ、あきくん、素晴らしい。いやー、このなんていうの、この山と山の間の村、僕はじめびっくりだねだってあの人あんなサンダルで行ってさ、やばいよ、サンダルで来るような場所じゃないでしょう。今みんな一瞬止まったよね。そうだったらすぐ ありがとうとか言えるところさ、ありがとうみたいな。あ、誰かバギーをきっぱにして、こんなの持っていけるかって。でもこんなネイティブな発音だったらね、中国人だと思われたと思うよ。だって日本人でいないじゃん。しかもポルトガルのお口でネイティブな。ああ気持ちいい。あ、さっきのビューポイントも行かないとね。ここから、ここから向こうに突き抜けられてね。そこからか、あの、大丈夫大丈夫。あれ？行けない。多分これがビューポイントなんじゃないかな。あ、あっちなの。ポゲティ。帰りに行こうねって言ってたの、道が違ったんだ。そっかそっか、じゃあそっちそっち。お昼食べたとこなんかもうすぐそこじゃない？ああいう石の仕事もしたい私。こういうなんかいいじゃん。うんうん、うん、大変大変。こういうあの方がいいけど、靴が滑らないようにしないと、滑らない靴を履いてこないと。あ、なんかね、そうそうそう、あとあのこの丸がね、電気になるんだって。道しるべの電気になる、なるって言ってた。
昨日はここでお昼を食べました。ね、オリーブの花綺麗じゃない？こんな花が咲くんだね。もうあれだ、ほらすぐそこだ。おお、あれ、あの岩が乗っかった屋根のあれ、攻めたりはいいね。ここなんかピクニックの場所として最高じゃん。全部オリーブの木だ。どれ？あ、あれか。あそこ廃墟もあるんだね。これから建てるのかな。攻めたりはちょっと隠れちゃうんだ。ねえ、レイクも見えて。私たちが昨日行ったレイクは、果たしてどっち？見て、あそこのさ、石造りのテラスも。いいね、かわいいね。いいなー。あー、早くうちも模様替えを終わらせて、ちょっと家でくつろげるようにしたい。こういうとこ来ると早く家帰って早くいろんな作業を始めたいって感じですね。私はいろいろやる、またモチベーションが、はい、いっぱいもらえる？消耗しちゃう？ソーラーエナジーですね。ああ、本当だね。そういうことか。エネルギーいっぱいもらえちゃう。なんか感覚ないかな。それでタンバリンちょっと見てみようか。今度涼子ちゃんと萌えぜひうちに呼んで、うちのガラクタ楽器いっぱい試して一緒に演奏しよう。だってうちピアノでしょ、ギターでしょ、なんだっけ、カリンバでしょ、それからタムタムも2つあるんだよ。うちアヒクのタムタムと私のタムタムとあってさ、こういう白い花？これは知ってるの？That's the only flower you know. これでおしろい作るの？コスメ？白くなるの？うん。うん。白い粉？ケシの実みたいな感じ？はあ、うん。
これだけだと飲もうとしないんだね。中に何か入ってるんだ。あ、でも難しいよね。ちょっと使えなかったら、それでここレボンじゃなくて、なんかあれじゃん。55ユーロしてる。一番大きいのは60ユーロ。これと中間のないのかな。あ、あっちか。これ、あれ？これ今触ったやつ。14ユーロ。まだこっちの方がいいわね。でもどんどん、あなた私がこれを買うのを反対してるわね。じゃあ行こっか。今のお父さんさ、目で触んなさい、目で触んなさいって言ってた。あのおばあちゃんいないね。さっきのお店だったんだよね、きっとね。楽しいな。おしっこして、うん、もうお昼いらんわっていうか、ここではお昼いらんわで、また純ちゃん気分悪くなって。アジサイだ、綺麗ね。さっきここ通ったんだよね。これはなんかビワの木みたい。これビワの木。ビワ。You know ビワ？知くね？開いた。あ、よかったよかった。いいね。オッケー。あれ取って。パーキング。グラ